披露いただきますのはアウレイフラサチの皆さんです。皆さんアロハということで、フラを始めた頃は皆さんとっても難しく思えたそうで大変だったそうです。ただ今では楽しんで皆さん踊っていらっしゃるそうです。元山公民館祭りをはじめとして、こちらのビューフェスタ、またキララ公民館祭り施設のボランティアにも多数出演しているということで、今回はですね、新しい新メンバーの方もいらっしゃるそうです。少し緊張してらっしゃるということですので、どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。それではどうぞ。
メンバーの皆さん何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。一応、
30年ぐらいですかね。今日はちょっとあの皆さん旅行行かれたりとか忙しかったので今日出られる方になってました。あと先生、まだね、フラダンス始めたいなっていう方もね、今日いろいろいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり難しいんじゃないかなって心配されてる方がいると思うんですけど、そこら辺どうなんですかね。ハワイの曲ですから楽しく踊っていただきたいんです。ただちょっと基礎っていうのがちょっと違う踊りなんですけれど、それができたら、あとはもうハンドモーション、全部手話なんですよ。だから風が吹くったらこういう風、ね、お花だったらこういうお花、ハンドモーション、手の動きで踊れるまで、あとはみんなが楽しく踊るようにいただけると思いますので、興味のある方は元山さんからの方に遠慮なく覗いてきてみてください。はい、先生、最後にもう一つ聞きたいんですが、フラダンスすごくダイエットにいいってさっきちらっと裏で聞いたんですけど、やっぱりダイエットにも効果ありですか？バッチリでございます。皆様のこのスタイル見たら納得いくと思います。はい、今さっきもどなたかのダンスの方から美人揃いやからぜひ見るって言ってくださいましてありがとうございました。いらっしゃるかな。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。アウリーフラサチの皆さんでした。どうもありがとうございました。今日は素晴らしいハワイの風をありがとうございました。さあ、ハワイの爽やかな風を感じていただいた後は、続いてはですね、